アメリカロッキード・マーティン社の F-35 ステルス戦闘機が、いよいよ、量産体制へと急加速です。日本でも、F-35 戦闘機は、組み立てられていますよ。知ってました。今回は、この F-35 戦闘機の費用対効果を探っていきます。世界でも導入する国が増えていますが、ここまで来たるのに、長い年月がかかっています。中国がすぐに量産できるはずがない。2022年は、年初より、日本にとって、異例の多さで、ミサイル発射を行う、北朝鮮の脅威が、改めてクローズアップされているが、現在、日本の最大の仮想敵国となっている中国も、着々と、航空戦力の近代化と、強化を継続している。地元の中国のマスコミでは、中国空軍の最新鋭の第5世代戦闘機、J-20 の実戦配備数が増強されていることを伝える報道が後を絶たず、同国空軍の高官がテレビに出演してアピールすると、誇示と牽制に余念がない。中国共産党の機関紙にあたり、人民日報の傘下にある環球時報では、その英字版たるグローバルタイムスが、2022年に入り、J-20 が、国産エンジンのテストをクリアしたと報じており、いよいよ量産化が進むものと思われる。すでに、2020年の中盤には、中国空軍は、150機にも及ぶ J-20 の実戦配備を行っていると見られており、そのペースは、アメリカ軍の一部からも、自分たちの第5世代戦闘機の配備数を超える恐れがあると言わしめるほどだ。日本の航空自衛隊は、残念なことに、自力で第5世代戦闘機を開発できていないため、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニング2の調達で、この分野の戦力の増強を図っている、途上にある状況と言える。日本では、航空自衛隊が2種類の F-35 ライトニング2を調達中であり、その内訳は、通常滑走路を使用する空軍タイプの A 型105機と短距離陸、垂直着陸が可能な B 型42機の合計147機を目標に定めて導入を進めている。航空自衛隊ではこの計画数に対して2020年度末で A 型21機のみが調達済みであり、2021年度の残りと2022年度予算で A 型を8機、B 型を4機調達する計画であり、中国空軍と比較すれば、その進捗の遅さは、言うまでもない。ちなみに、世界のアメリカの同盟国や、友好国での採用が続いている F-35 ライトニングには、量産効果もあり若干価格は、下がる傾向にあるとされており、直近の日本での調達価格は、A 型8機が、1機約96億円。B 型4機が約126億円とそれを裏付ける。前トランプ政権時代に久々に台湾への戦闘機の輸出を了承したアメリカだが、ここで許可された F-16 ファイティングファルコン V 型は同機の最新モデルとはいえ、1機あたりは約130億円にも相当するため、これに比べれば割安感は非常に大きい。それに、これまでの航空自衛隊の戦闘機、ライセンス生産していた F-15J イーグルや準国産の F-2 戦闘機の調達単価も、確か1機約120億円程度だったと記憶しているので、これに比すれば、F-35 ライトニング 2A 型は安価にすら感じられる。そんなロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2だが、2021年も、新たな採用国が出現してきており、こちらは、共に、A 型で、スイスが6月に36機、フィンランドが、12月に、64機と両国の合計で、ちょうど100機を調達する計画となっている。
2021年の12月に採用を決めたフィンランドの場合、代替の対象は老朽化してきた F/A-18C ホーネットだったが、競合となったのはダッソーラファール、ユーロファイタータイフーン、F/A-18E スーパーホーネット、サーブジャスグリペン E だった。これらは、すべて第4世代戦闘機に最新化を施したモデルであり、いわゆる第 4.5 世代機と称される機体だが、その中で F-35 ライトニング 2A 型は、64機の導入で、1機あたりの調達単価は約93億円であり、その価格からも、同機の優位は揺るがなかったと言えそうだ。こうした状況を鑑みるに、中国空軍の日増しに強まる圧力を受け、F-35 ライトニング2の調達を希求してやまない台湾は、表向きは F-16 ファイティングファルコン V 型でも輸出を認めたアメリカに感謝しているが、内心は察してあまりある。フィンランドが F-35 ライトニング2の調達を決定したことは、世界では16カ国目に該当。ヨーロッパでは、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、ポーランド、スイスに次ぐ9カ国目となった。アジア太平洋地域の日本を含む国々が、中国の軍事的な圧力にさらされているのと同様に、再び軍事力を強化し、ウクライナへの動向が注視されるロシアに対して、現在のヨーロッパ諸国は警戒感を強めており、その動きを反映したものとも言えそうだ。フィンランドの歴史は少し複雑で、かつての第二次世界大戦時には、ドイツやイタリアの枢軸国陣営に、後押し1939年から旧ソ連軍の侵攻を受けており、前線は、するも、国土の約1割を、この戦いで旧ソ連に奪われる憂き目にあっている。1944年に旧ソ連と休戦に至ったフィンランドは、休戦の条件に従い、その後は自国内のドイツ軍との戦いに従事、枢軸国として、第二次世界大戦では敗戦国とはなったが、旧ソ連への併存や社会主義化は辛くも免れたものの、その影響下に置かれた。1991年に旧ソ連が崩壊を迎えたことで、フィンランドはようやくその影響下から脱し、1994年には EU に加盟を果たして、西側陣営に名を晴れて名を連ねることとなったが、プーチン政権下で軍事大国への復興を迎えたロシアの脅威に今またさらされている。このため、フィンランドは現ニースト大統領が、この2022年1月1日に、NATO への加盟の申請を検討していることを表明、ロシアと直接国境を接しているだけに、その危機感は強く、航空戦力の大幅な拡充を選択したものと思われる。フィンランドが F-35 ライトニング2の調達を決定した最大の理由は、1機あたりの調達コストと運用、メンテナンまで含めたライフサイクルコストにおいて、同機が最も費用対効果に優れると判断したことが公にされている。翻って日本を考えてみれば、尖閣諸島周辺海域の接続水域や領海に中国海警局の船舶が頻繁に侵入しているとはいうもの、地続きではない他国からの圧迫はまだまだ他人事のようで、フィンランドの脱危機感とはほど遠い感じがする。それどころか、F-35 ライトニング2の調達に関しては、アメリカの圧力に屈した当時の日本の安倍内閣が、政治判断で、147機もの大量購入を強行したと非難する論調を今でも目にすることもあり、弛緩しているというほか言葉が見当たらない。現在日本が入手し得る戦闘機の中では最も費用対効果が高く、
その高度なステルス性ゆえに、生存性も高いと思えしき F-35 ライトニング2について、的外れな言説がまかり通る現状は、果たしてどこまで続くのか、気になる部分だ。日本では、今後調達が開始される F-35 ライトニング2の B 型の配備は、宮崎県のニュータバル基地が最終有力視されているが、こうした動きに、早くも配備反対を唱える運動を起こし始めている一部の勢力が存在する。彼らは、同様に、鹿児島の馬毛島へのアメリカ軍の航空母艦艦載機の訓練場所の移転や、同時並行で進められている自衛隊の新拠点の開設にも、強硬に反対しているが、決して、その代案を示すことはなく、その活動のみが目的化している様しか見えない。